これもね、米ねじきはね、もうあれよ。どうすればいいか迷ったときは、この米ねじきを使うことによって、統計学、みんなにはちょっと難しい話になってくるけど、ポケモンって統計学なんですよ。左上とかあ、これあれか。右上とか、右下とか入力、あ、なるほど。みんな、例えばさ、みんな交代ってコメント打ってみてくれ。交代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 って。そういうことだ。だけど、拮抗した場合、本当に拮抗した場合はこれにも頼っていこう。そういうことだ。お、じゃあさ、あれするわ。あれさ、分かった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 。多分さ、30連勝とかしていく過程で5時間ぐらいかかるわけじゃん。で、俺がもう疲弊して、もうどうにもこうにもいかんって時は、一戦みんなで預けるわ。そうすることによって、一回そこで俺の脳みそをリセットさせて、あ、そうしよう。あー、微妙。まあ、地震打たれなかっただけよし。草、こいつ毒入ってるよね。これエッジだわ これね、エッジなんだけど、みんなと気持ちを一つにして絶対当てるっていう意味を込めてアンケート取るわ。これもエッジって分かってる。もうエッジ以外ないんだけど、気持ちを一つにするために、これエッジだよね、絶対ね 左上だよね。リフストあったら負けだなぁ。いやー、あそこ。いやー、でもしゃあない。これはもうほんと全部結果論だもん。うん、エッジ打つわ。おっしゃ、当たった、まず。そんで、これが急所に当たる、もしくは、敵のラフレシアンが草技を使ってこないという、なんか毒毒とか打ってくれたら、マジ、神様はいたわ。はい、打ちました。はい。米ねじきっと。これが米ねじきパワーな。これみんなの力を一つにすることができるっていう最強の技だから。元気玉みたいなもんだから。もう、ここぞという時に使うわ。もう、ここしかねえ時に、米ねじき使うからね。クソ、ナイス。ダッシュ。今さっき一撃必殺授業に散達されました。ざまー超ざまあ。眠る寝言、絶対零度、じわ、角ドリルの最高だよな。俺、あれ買おうかな。売ってないかな、どっかに。六本木かなんかの小島に。三郎ですが、昨日親からバイトしろと言われました。それが今日一番ざまあだわ。お前、ネジキより社会の方が強えからな。